日本の運転免許普通自動二輪車普通自動二輪車とは、日本の道路交通法における車両区分の一つで、排気量が 50cc 超 400cc 以下の二輪の自動車のことである。なお同法では、そのうち排気量 125cc 以下のものを特に、小型二輪車と呼ぶ。普通自動二輪車は普通自動二輪免許あるいは、大型自動二輪免許で運転できる。 道路交通法施行規則において、二輪の自動車で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの、と定義されている。排気量 125cc を超える普通自動二輪車は、高速道路を走行できる。また2005年4月より、首都高速の一部を除く高速道路での二人乗りが、可能となった。詳細は、オートバイの二人乗りを参照。 三輪の自動車のうち、同軸上に46センチ未満の間隔の車輪を持ち、旋回時に、車体や車輪が傾斜するものは、特定二輪車として、一般的な自動二輪車に準じた扱いになる。かつて、国内メーカーの車種は、エンジン馬力規制値が 250cc では40馬力、399cc では53馬力となっていたが2007年7月に、 撤廃された。例えば、2009年3月に発売された GSR400 は最高出力が、規制時代の規制値を8馬力上回る61馬力となった。日本の道路運送車両法では普通自動二輪車をさらに細かく分類しており、50cc 超 125cc 以下を、原動機付き自転車、125cc 超250、 cc 以下を二輪の軽自動車、250cc 長を二輪の小型自動車としている。なお、50cc 長 125cc 以下は、50cc 以下の原動機付き自転車との区別のため、原付き二種、あるいは道路交通法との関係から、小型二輪と呼ぶことがあるが、250cc 長の小型二輪とは異なる。 側車がついている場合は分類方法が異なる。いずれの場合も自動車検査登録制度では一般的な自動車の登録自動車と異なる届出自動車であるためナンバープレートは正式には車両番号表となり市町村に納める軽自動車税が課税される。計二輪の例。 ヤマハセロ二250道路運送車両法施行規則第2条別表第1では軽自動車のうち軽二輪の範囲について二輪自動車で長さ2.5メートル以下幅1.3メートル以下高さ2.0メートル以下総排気量 250cc 以下と定めている定格出力が1キロワット超2 0ット以下の電動機を搭載したものも含まれる 運輸支局に届け出をすれば、ナンバープレートと、軽自動車届け出済み証が交付される。交付される、ナンバープレートは、昇願という規格で、2 5 0 c c 5への小型二輪の、ような緑色の縁取りはない。分類番号は1、または2が適用される。車検は不要であるが、新車届け出時の未自動車重量税を納めなくては、ならない。 自動車損害賠償責任保険を契約し、ステッカーをナンバープレートに貼り付ければ運行できる。なお、かつては、すべての軽自動車が、車検制度の対象外だったが、4輪と3輪は、車検対象の、検査対象軽自動車となったため、残された2輪などは、検査対象外軽自動車として区別されている。 自動二輪車自家用の車両番号表小型二輪の冷蔵排気量が 250cc を超える普通自動二輪車は道路運送車両法では二輪の小型自動車と分類され運輸支局への届出により検査を受けナンバーを指定されて自動車検査証が交付される自家用の場合は白地に緑文字のナンバープレートで緑色のヘリ取りがある 車検が必要で、新規検査から3年目と、以後2年ごとに継続検査を受け、車検時には自動車重量税を納めなければならない。左上に、車検の有効期限を示す検査表彰を、重付しなければ運行してはならない。ありがとうございます。